え？なぜかよ。何やってんの？え？何やってんだよ。何の死に行かないんですか。左側誰かよ。行ってなかったリアクター。新太郎さんいませんでした？いや、いなかったよ。え？私開いた瞬間に直してくれてるから。あの弁当の上のアップロードっすかね。あ、うん、じゃないか。端っこの方か。端じゃない？多分。はいはい。え、なんか落ちた。落ちたような音が。誰か落ちたぞこれ。誰か落ちましたね。オラフ君かな、落ちたって言ったから。多分オラフ君なんじゃない？多分。スナパイここいるの？なんで？怖い怖い怖い！何こいつ！ちょっとやだやだ！絶対おかしいじゃん！いないよね。いる！なんでいるの？人がいてくれる。いないよな。このヌーン乗ってるやつ誰？おい！このちょっと待って、これ誰だよこれ。うわあああああ、ちょっと待って、左誰かいって、ちょっと待って、死んでるんだろうなこれ、多分左死んでんじゃないの？え？なぜかよ。何やってんの？え？何やってんだよ。何の死に行かないんですか。左側誰かよ。行ってなかったリアクター。新太郎さんいませんでした？いや、いなかったよ。え？ちょ、しっかりしてくださいよ、本当に。え？どういうこと？ちょっとインポスターが、インポスターが、オラフ君が、あの、回線落ち？あ、そいや、なんか今日重かって言ってなんか落ちちゃったみたいで。あ、落ちちゃったんだ。なんか配損、そう配損なのかなって思ったんですけど、そう、2、3人ミュートのままだったんで、ちょっとこのままリアクター直さないドッキリしようぜっつってリアクター直さない。びっくりした。何が起きてる？不死身やーっと思った。ずっとヌーン乗ってるし。そういうこと？俺もうマジで意味わからなかった。なんかあ、ちょっと遊びにしてもやりすぎだよって思った。マジでびっくりした、マジで遊びにしてもやりすぎだよ。そういうことだったのか。あ、そうですね、ちょっとノースアメリカです、ね、すいません、ちょっとなんか今日めちゃめちゃ全然聞かなかった。俺全然聞かなかった、びっくりした、マジで。新年度でオラフさんが前日に死んだことになってたんで、あれとは思ったんですけど。いや、落ちちゃって、はい。